ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を高齢者にしようという運動をしております。高齢者を高齢者にする運動をしております。今日は2023年9月の6日水曜日です。今日さっきザーッと雨降ったんですが、今ちょっと晴れてきたようですが、今日は高齢者シリーズを行ってみたいと思います。まず第1弾は老いの福袋というね、樋口恵子さんの本の中から行ってみたいと思います。今日は、最初の第1章、老婆は一日にしてならず、老婆です、ローマじゃありませんよ、老婆は一日にしてならずの2です。ヨタヘロキがやってきた。ヨタヨタヘロ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 するとおりですが、ね、ヨタヘロキがやってきた。70代の頃の私は、樋口さんいつもお元気ですねと言われていました。70で大学教授を定年退職したものの、 NPO 法人高齢社会を良くする女性の会の理事長として、文字通り闘争清掃、東方清掃の日々、自分で言うのもなんですが、樋口さん本当にお元気でした。何しろ70歳の時、万有を振るってあの石原慎太郎氏に対抗して東京都知事選挙に立候補したのですから。ありましたね。いや、それはともかく、その後77歳の時に胸腹部大動脈瘤をかかったのが、患ったのは今思えば一つの境目だった気がします。おへその周辺の大動脈にいくつかコブができ、それが炎症を起こしたのです。いやいや、大変なことだったんですね。幸い手術は無事に成功し、体重は7キロ減、老せずしてダイエット。コブを取って大太りから小太りに、これで正真正銘、正真正銘小太りばあさんなどと笑い飛ばしていました。ところがその3年後ぐらいから、体のあちこちに違和感が生じるように、朝の寝覚めも悪いし、起き上がろうとするとあちこちが痛い、こちらもきしむ、おまけに視力聴力も低下するし、立ち居振る舞いのスピードもどんどん落ちていく、もう何をするにもよたよたヘロヘロ、いささか自嘲的に名付けてよたヘロキ。これが77歳で言われましたかね。私は今76です。12月に77になりますが、まだよたよたヘロヘロにはなりませんぞ。最近は高齢者に関する言葉でフレイルとかサルコペニアといった難しいカタカナ用語が増えていて、ちょっと分かりにくいと感じますねと。この間私たちの地域でもフレイルの話がありましたね。みんな何のことってよく分からなかったんですが、説明がありました。ちなみにフレイルとは、加齢とともに心身の活力、運動機能や認知機能などが低下し、健康や生活に障害を起こしやすくなった状態で、老人特有の虚弱を指します。つまり老化に伴う衰えの予備段階ですね。そしてサルコペニアとは、高齢になるに伴い筋肉が減少していく現象を指すそうです。まあフレイルというのは虚弱体質なるんですね。あまり聞きませんが、よく病院のどうでしたかね、あれは歯科行った時ですね、大きく書いてある、貼ってありましたね。もう何のことやと思っていました。でも私は分かりやすく両方合わせてヨタヘロキと呼んでいます。分かりやすく両方合わせてヨタヘロキと呼んでいますというんですからね。私の仲間の春日キスヨさんがその著書、
100まで生きる覚悟で指摘しているのは、みんなピンピンコロリを理想としすぎている。実際はよろよろどたり寝たきり往生する人の方が多い。実際はよろよろどたり寝たきり往生するのする人の方が多い。はあ、ピンピンコロリとはなかなかいかない。確かにそう言われてみればそうですかね。ということ、ある日バタリと死ぬわけではなく、ヨタヘロ期を通過して何年も寝込むのが現実的ということです。この寝込むと厳しいですよね。いや、私の場合ヨタヘロ期の始まりは80歳頃でした。それからはシルバーを通り越してゴールド老年世代。自分だけの力ではなかなか生活が成り立たなくなります。とはいえこれも人によって状況は様々。病気などをきっかけに70代からヨタヘロ期が始まる人もいます。これあたりは確かに人それぞれですよね。でもね、言われてみるとヨタヘロ期伸ばしてまだ入りたくないですね。いや、ほんといかにヨタヘロ期を安全にできるだけ楽しく暮らすか、この10年ほど人様に教えられて、月焼き場ですがかかとを上げるエクササイズを必死に始めました。あ、なんかかかとを上げるといいという、なんか誰でしたかね、これ聞きましたね、私もね。あ、テレビでやってたのか、かかとを上げるというね。やってません。いや、今日から上げるか。あ、今日から一つこのかかとを上げるのを入れてみようかと思っています。かかとを上げるエクササイズを必死に始めました。樋口さん、身をもって試行錯誤している最中ですというかね、これが樋口さんの、これは2021年の、書かれたものですが、頑張っておられるんですね。やはりこの聞くとね、自分も頑張っていきたいなと思って、こう力がちょっと湧いてきましたね。そうですね。それじゃあ今度は、チャンネル登録を前にするためにかかとを上げる運動今日から始めたいと思います。チャンネル登録支援よろしくお願いしたいと思います。ごきげんよう。